チャオ、あちゃんです。今日何日や、11月の8日、はい、11月8日木曜日です。はい、のあちゃんの朝ごはん。はい、もちろんパン。はい、ということでパンやねんけども、今日はね、もうあの普通にピザトーストの素をずっと塗って、で、ベーコン。普通にちょっとくしゃくしゃなってるベーコンをひいて、で今日はチーズをねちょっと、たれいきましょう、凝りましょう。はい、今日ね、昨日のねエメンタルチーズ、トムとジェリーのチーズ100円、これをねちょっとこう エメンタルチーズ溶かしたら美味しいからね。サラダにもこんな感じにね、こういうのがあったらね、こんなん100均で売ってると思うで。あちゃんこれチーズ買ったついてきてんけど、こんなんでさーってこう、ハード系、セミハード系とか、もともとこれね、パルメジャーノ削るやつやねんけど、こんな感じに削れるんでね、結構きれいに出るんで、これでさーっと削りましょう。焼きます。エメンタルは焼いたら美味しいからね。はい、で焼いていきます。はい、焼けました。エメンタルチーズはね、生のままやとちょっとね、なんていうのかな、ちょっと臭みがあったり、ね、好き嫌いが分かれる。焼くとねまた味が変わるんで、でいただきます。あちゃん好きやけどね。うん、おいしい。今ねチェダーとかゴーダとかエメンタルとか3種類ぐらいのチーズをあれで細かくして焼いても美味しい、ね。いろんなチーズ巻いたらね、深みが出るから。今ライブして、なんか子供とちょっと喋ってて、もうそのまま寝たからね、昨日のままの服やブラもしてそのままだから、ちょっと、起きないしながらうん。
鎌倉で武士ランチやってんの、うん、戦国時代、うん、武士が食べてたもの食べる、縄食べる。で縄は芋のつるで作ってるから、もともと縄として使えるんで、焼き味噌、味噌焼いて丸めた。ラップに味噌を包んで、顆粒だし、焼いてからグッとピンね。うん、美味しい。うざくなった。へー、楽やね。味噌を丸めて、で乾燥だしかけて、でキュッて丸めて、でなんちゃうの、アルミホイルに並べてオーブントースターで5分焼くのって、でその上に乾燥具材乗っけて冷蔵庫で3、4日保存できるって。でもお湯かけたらすぐ味噌汁ができるっていうのを今やってるんやけど、焼き味噌したら美味しいかもからね、うん、またやってみようかね。ということでね、今日ちょっとねめっちゃ寝たんよ昨日。今日お弁当作らんでよかったし、でめっちゃ寝たら寝たで眠たくて、うん、でも今日はね朝からちょっとアフレコしちゃんなあかんねん。この前のね道の駅の動画とガストの動画と、うん、だからガストの動画もしようかな。で今ねまだ9時前ね、8時53分やね、うん、ちょっと今日はねだからいっぱい寝たからね、ちょっと早めに、うん、上送り出して、でちょっとゆっくりして下送り出して、でまたゆっくりしてんけどもね。で今朝ごはん終わったところなんで、あとアフレコして、
で1本2本動画撮って、今日朝から、今日はもうどこも出ていかへん、うん、状態なんで、またいろいろできるんでね、はい、また楽しくいきましょう、うん、眠たい、正直眠たいねんけどね、はい、ということで、今日、11月8日今日からね、射手座はいい運気に、ね、いい星回りになるらしいからね、期待して楽しく、1年間、これから1年間ね、いい運気が回ってくるでしょうということで、うん、期待的観測で、楽しい1年間を送っていきたいと思います。はい、ということで、あっちゃんこれからいろんなことやっていきますね、はい、楽しみにしとってください、ということで今日のあっちゃんの、朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、エメンタルチーズのピザトースト、チーズのね、コクがね、メンタルチーズ、そのまま食べるとね、パルメジャーノチーズの薄い版、パルメジャーノみたいな味やねんけども、あそこまで味がないみたいな、ちょっとうんみたいなチーズなんだけど、焼くと美味しくなるチーズなんで、よかったらトムとジェリーのチーズ、ちょっと高いけどもね、まあ、時々ああいうのもいいんじゃないのかなと思います。はい、で普段だから溶けるチーズに何本か混ぜて使ってもね、風味出て美味しいんで、ぜひぜひやってみてください。サラダに乗っけるのもいいかもね。はい、ということで今日のあちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね。今日のあちゃんの朝ごはん良かったと思ってくれたら高評価をで、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ、今日も一日よろしくね。